皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆえママです。今回は久しぶりに給料の、公開をしていこうかなと思います。実はいろいろ変わった部分があるのでお伝えしていきたいなと思います。まずはメインでしている、チラシ配りのお仕事。こちら、ちょっとね、訳があって、仕事の量を減らしてもらっています。実は、9月ぐらいから、足の調子が、やっぱり悪いなって思ってて、もともと足の骨に腫瘍ができてるんですよ。でそれは本当に、手術して取り除かない限り、その痛みは消えませんよって言われてるんだけど、足の手術だからね。すぐね、その日に退院できるものじゃないから、やっぱ入院もある程度必要になってくるんですよ。だから、今まで手術してこなかったんですよね。だましだましやっていたんですけど、チラシ配りは逆に足に良くないんじゃないのって思われるかもしれないけど、歩いてる分には痛くないんですよ。歩いてると、その骨にかかる、圧力っていうのが分散されるから、逆に痛くなくて、例えば棒立ちの状態だと痛いんですよ。体重がぐっとね、かかるから。だから、チラシ配りの仕事に関しては、大丈夫だったんだけど、それ以外の普通の私生活の方でも何もしてなくても、こう、そこのね、腫瘍の部分がじんじん痛くなってくるようになっちゃって。これはちょっと無理したらまずいのかなと思って、今、任されている地域っていうのは、結構坂とか、階段とか多くて。だからね、一番最初に任されてた家のね、近くを、変えてもらえませんかってね、お願いしたんですよね。そしたら、一応ね、検討してくれて、変えてくれたんですよ。だけども、給料はその分、私の近場の、エリアだと、少ないので、給料は減っちゃうんだけれども、一応、足への負担を考えて、変えてもらいました。そして、そのチラシ配りの給料が今月はいくらだったかっていうと、7740円。ね、1万いかないんですよ、全然。変えてもらったばっかりっていうこともあって、前の人からの調整もあったかもしれないから、少なかったのかもしれないし、足のことをね、配慮してくれて、少なめにしてくれていたのかもしれないけれど、私はそれでいいと思ってます。これで。で、その分、占いの副業をやってるんですよね。タロット占いで、個人鑑定の副業もしているので、それはもう完全に家で、やってます。で、それの今月の売り上げが、ちょっとね、振り込みの仕方が特殊なので、実は今月の売り上げだけ言えば1万は超えてるんだけど、振り込みがどうだったかっていうのは9200円でした。はい。占いの方はね、月2回振り込む日にちがありまして、二つの振り込む日にちを、分けることによって、その月に入ってくるお金っていうのも、ね、分けて入るか、まとめて入るかになるだけなんだけど、私は、その2回分、3000円以下だったら、1回ね、3000円以下だったら、手数料かかるんだけど、3000円以上稼いでいたら、手数料かからないので、その2つの日にちに
3000円以上入ってたらもうね振り込むようにしてるんですよね。だから月に2回振り込まれて合計合わせて今のところ9200円です。これがメインのね、メインのチラシ配りより副業の方が稼げているという事実もう一つ副業やってて、でもお前副業何個やってるんだっていう話なんですけど、あのこちらもチラシ配りと似ているんだけど、あの地域の情報誌っていうのかな、うん、地域の情報誌を、これ発行日が決まってる情報誌なので、それを月に1回配ってます。で、情報誌だから、ね、毎月同じ値段になるのかと思いきや、それプラスその情報誌にこのチラシ挟んでください、あのチラシ挟んでくださいって来るときあるんですよ。だからチラシが多ければ多いほど数百円とかね、値段が上がっていくので、今月はその情報誌の収入が4955円でした。うん、まあ、普通かな。うん。一番低くて、本当にチラシとかがほとんどない場合だと、3000円ちょいぐらいなんですよ。だから、でも大体何かしらのチラシも挟んでくださいって来るので、まあ大体このぐらいかな。3600円から6000円ぐらいの間ですね、いつも。うん。これが二つ目の副業。仕事は、チラシ配り、情報誌の配達、そして副業のタロット占い。そして、これに加えて、YouTube の収益化ができて、今月、なんと、初収益を得ることができたんですよね。それが、いくらかというと、8410円。はい。入りました。以上4つの、ね、職で、今月はいくらになったかというと、3万305円でした。イエーイ。頑張ったね。頑張った。ね、メインのね、チラシ配りが、うん、ちょっと少なめに、なっちゃった代わりに他を頑張ったので、いいんじゃないかなと思います。うん。もうチラシ配りはね、メインの仕事、メインっていうか、一番最初に始めた仕事だからメインとして扱っているんだけれど、ほんと稼げたとしても、ほんと3万超えたのは1回だけなんですよ。2年ぐらい働いて。で、大体いつも2万5千円ぐらい。ね、かなりきつい割に、チラシ配りって楽そうに見えて、力仕事だから、体力勝負なんですよね。特に夏場。夏場ほんときつくて、参ってしまいましたっていうのを正直に、会社に伝えました、私は。うん。あの、本当にきつかったですっていうのを正直に話しました、私は。ちょっとこのままだと続けていくのは、あの、厳しいかなっていうのも伝えました。はい。今年異常でしたもんね、暑さ。うん。だからちょっと、小休憩というか、家の近く。家の近くだったら休憩しやすいから、うん。だからね、そっちの方に、そう変えてもらったんですよね。あと足かな。足の、腫瘍がね、手術した方がいいのかなってすごく悩んでます。もちろんね、足の手術だから、もししたとしたら、リハビリ必要じゃないですか。絶対すぐ、前の通りに歩けるようになるとは思えないし。だってね、足の骨の外側とかじゃなくて、足の骨の中に腫瘍ができちゃってるんですよね。だから、ほんと、骨削って、ね、中の腫瘍を取り除いて、良性だったら、いいんだけど、良性、そう、悪性じゃないことを祈って、ね、で、骨の中削って、人工の骨を入れて、ね、そういうことを
しなきゃいけないんだけど、私、卵巣の手術したことあって、腹腔鏡手術だっけ？合ってる？なんかこういうカメラみたいなさ、カメラみたいな、すっごいこういう細いね、カメラみたいなやつで、こう、穴開けて、ね、それで取り除くやつやっただけでも、しばらくお腹痛くて、そう。力入らなくて、ほんと笑っただけでも、ほんと激痛が走るぐらい、痛くて、大変だったんですよ。それが足でしょって。それが足だとしたら、やっぱり、チラシってすっごい重いから、うん、紙だからね。すっごい重いから、それを、ね、その、傷の、ところに負担にならないように、ね、持てるようになるまでには、少し時間がかかるんじゃないかな、と思って、その、手術する日程とかも、まぁ、ちょっと焦らず、考えてはいるんですよ。それまでにね、お金も貯めたいから。またね、まあ、地道にこの仕事を4つ続けていこうかなと思っております。自分でも言って思ったけど、仕事4つやってる人なんてなかなかいないよね。ね、チラシ配りの方が、たとえきつくなったとしても、情報誌の方は、ほんと月に1回だけだから、これから先も続けていくような気がするし、引っ越ししない限りはね、そう。4000円ちょっとだけど。でも、その4000円ちょっとが大きかったりするよね。私、病院をね、通院してるんだけど、3つもね、通院してるんですよ。さっきも言ったけど、卵巣嚢腫で、手術してから、低用量ピルを飲んでて、ね。だから、その後、低用量ピルは毎日欠かさず飲まなきゃいけないから、絶対切らしちゃいけない。ね。毎年、ね、その、卵巣嚢腫って、一回、手術して治したからといって、再発しないかって言ったら、そうじゃなくて、再発する可能性もある病気なんですよ。だから、毎年、ね、卵巣の状態が大丈夫かどうかっていうのもね、そう、チェックしてもらったり、で、月に、まあ、2ヶ月に1回とかピルもらいに行ったりっていう通院と、あとはもう、私のね、精神科の病院の毎月の通院。それから、高血圧なので、そちらも2ヶ月に1回通院してて。この金額だけでもね、かかるから。ね、少しでも稼がないとっていう思いがあって。だけど、こんなに細かく仕事をね、分けるぐらいなら、フルタイムの仕事をやったらいいんじゃない？って思われるかもしれないんだけど、私、やっぱりね、持病のせいか、フルタイムは、きつすぎるんですよね。うん。まず、本当に、朝起きれないことあるし、これ本当に、怠けてるとか、そういうんじゃなくて、本当に動けないんですよ。うん。本当に動けなくなったり、具合悪くて、気持ち悪くて、で、それと同時に、夕方も、同じ状態になることあるんです。ほんと吐きそうになるぐらい気持ち悪いって。ああ、もうダメだ、動けない。きついってね。めまいというか、息苦しさ。疲れるとすぐそういうのが出てきちゃって。なおかつ、すぐストレス溜まるんですよね。人間関係とか、特になんか気を使っちゃうんですよ。ね、余計なこと考えちゃうんですよね。だから、ほんとストレスで、体調、すぐ悪くなっちゃうから、だから、人と関わらない仕事って検索して、チラシ配りって出てきて、それを選んで仕事にしてるぐらいなんですよ。だから、ちょっとフルタイムの
人と関わるような仕事は私にはもうできなくて、でもそれが運命だと思って受け入れているので、じゃあフルタイムの仕事をできないなら自分で自分なりにできる仕事をしようじゃないかとね。もちろん自分がちゃんと働けないせいで周りのね、うちの家族ね、旦那や子供に迷惑はかけているんだけれども、自分なりのね、努力ちゃんとしているならそれでいいじゃないと、それしかできないんだから ね、そういう風に前向きに捉えて、だから YouTube の方も、ね、諦めずにやってこれたわけなんですよ。 YouTube がいつか収益化できたら家族に恩返しができるかもしれない、ほんの少しでも収益を得ることができたらね、楽ができるんじゃないか、そう思ってやっぱり頑張ってこれた部分があるんですよね。だからどんなね小さな仕事でも希望をね捨てずにやることが重要だなって思いますね。皆さんね、自分のやってる仕事をどうぞね誇りを持ってこれからも大切にしていってくださいね。あなたが頑張ったら頑張った分だけきっといいことが返ってきます。それでは長くなりましたが、今回の給料の公開以上ですね。あんまり参考にはならないと思うんだけど、久しぶりにしてみました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。またねー。